はい、皆さんこんにちは、ワンドライ1号です。こんにちは、2号です。はい、本日の、鈴木経日記は何をするんですか。はい、本日はですね、前回というか少し前ですね、スパリー様からヘッドライトの方、 LED のヘッドライトをご提供いただきまして、それを今つけているんですけれども、今回はそれに引き続きこちらのリアのテールライトとブレーキライトをですね、 LED 化しようということで、再び提供をいただきましたので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はそれの取り付けと紹介をしていこうと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、まずここを外せばいけるんじゃねえかと思うわけですよ。そうね、基本N ワゴンはここ。じゃあきっとこれもそれでいけるだろう。おそらくこれだろうと思う。おい、じゃあ外していきましょう。うん、チャリはね、配線だけだったと思うんだよね。じゃあもう一旦やってみよう。そうだね。そう。これ多分2個外して、こっち側もうガコッと外れるタイプなの。あれか。よくあるやつ。ピンで止まってるやつね。ガコッと。まあ落ちてきたりはしない。やべ、秒で交換できそうだ。そう、はい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 、これがスッと、はい、取れた、取れて、さあ、はい、ここからですね、いろいろありますと。配線が、配線が、これはあんま引っ張らないどうか、多分、こっちからの方が見えてるかな、うん、はいはいはい、ちょっとライトを照らしてください。ライトを照らしますと、これかな、上だからそれだね。じゃあそれをちょっとひねって、はい、取ってみよう。取ってみましょう。よいしょ、はい、取れた。取れました。ハロゲンが入ってる。ですね。ダブルフィラメントのハロゲンが入ってますと。はい。これおそらく純正でついてますね。なんかそうだね。そう、もうなんかあんまり綺麗じゃないね。そうね。うん、オッケー。はい、持ってきます。うん。熱くない？大丈夫？あんまり持たない方がいいんだよね。ここ、あ、もう使わないやつとかいいんじゃないの？使わないね。はい。オッケー。こちらをね、はい、じゃあまだ開けてないんで、開けてないんで、うん、ちょっと出して、はい、出してさっきのバルブと比較してみます。はい、はい、こちらが、もともとついてた純正のバルブで、うん、今回ご提供いただいたこちらが LED のバルブになりますと。どんな感じ？ん？なかなか、そうだね、しっかりしてるね。そうだね、その商品のさ、出来として結構さ、ここら辺って俺たくさん実は LED にしてるんだけど、基板そのままだったりするんだけど、ちゃんとこの黒いカバーがついてて、確かに、うん、対なんか衝撃性とか、うん、あとその中が黒いと引き締まって見えるっていう効果があるので、ああなるほどね、うん、外からやっぱり見えちゃうのでさ、白いやつこんな感じでつくね、うん、そうなので、まあ結構これでいいですね、明るくなるんじゃないですか。じゃあちょっと実際につけていきましょう。つけていきましょう。よし、今回は簡単だぞ。簡単だね。簡単だぞ。いきます、はい、よいしょ、はい、でここで、はい、つきました、はい、よいしょ、はい、パチンした。まずスモールランプから、はい、おお、ほら赤い、お、分かるぐらい赤いな。赤いね。だいぶこっちはね、左側は、そう、これは結構オレンジっぽいかな。そうだね、ちょっと淡い感じの光に対して、うん、こっちはちょっとやっぱ強いね、サイドが高めな。うん、多分明るさ、このカメラを通して見ると余計明るく見えるんだけど、より赤く見えるね。うん、うん、じゃあちょっと、はい、続いてブレーキライト、はい、ブレーキパチパチやって、うん、違う？違うっていうか反応が早いよね、やっぱり。あ、そうなんだ。うん、ハロゲンって光るまでにブワーっていうこう、なんつうの、タイムラグあるんですよ。だからハイマウントストップランプ LED だけど、それと実はブレーキライトってちょっとタイミング違うんだけど、今 LED だから、ハイマウントとこの LED の右側が連動してる。赤いね。いや、全然違うね、こうやって赤いっすか。おい、こっちの方がちょっとかっこいいかもちょっとスポーティーにはなってんだよね、このこれがさ、
あまりにもお買い物の色してるじゃんこれ。あのぼんやりしてる。ぼんぼりみたいな。ぼんやりしてる。そう。ね。まあ。こっちは多少こう昭和の明かりでしょ。そう。こっちはまあ、あの、うん、真っ赤。はい。いいですね。そういえば裸眼っていうか、裸電球の状態で点灯してるの見てなかったんで、ちょっと後で次やりましょう。次やりましょう。はい。はい、よし。よいしょ。はい、逆も取れました。じゃあここも雑巾掛け。なんか可愛い感じ。優しい光じゃん。はい。オッケー。えい。おお。強くなった。うん、強くなった。はい。はい。これはブレーキだ。オッケー。そうですね、ピンがね段違いなんです。そうですね、うん、はい、つけます。はい、それでこれもそうですね、裸電球やってみましょう。はい、赤い。お、赤い。赤いっす。段違いじゃないですか。めっちゃ赤いっす。色が違うね。そう、はい。あれあれ買わない。いや、いや明るいんだけど意外だね。そんなにめっちゃ爆光にはならない。あんま変わんないんだ。うん、さっきのね白いやつの方が明るく感じるけど、トータルで見ると普通に LED の方が明るいっていうのかな。不思議だね。つけましょう。はい、つけましょう。簡単だね。簡単な作りだね。うん、作業性はね、タコン簡単な方がいいから。そうね、簡単でいいんですよ。むしろ助かる。さすが整備士の卵。いやいやいや卵。そう、もうあの取り付けは完全に完了しているので。早いね、簡単だね。簡単すぎ、すごい簡単。はい、じゃあちょっとテールランプ&ブレーキランプお願いします。はい、明るいブレーキ。おう、もうパッとつく。ハイマウントも同時。ハイマウントもちろん。さすが LED。そう、同時かつ、なんだこれ、キレがあるね。いいね。うん、パッパッとこう明るく。おお、あ、全然明るいね。いい？いい感じ？いい、わかるわかる。いい感じ、いい感じ、いい感じ。オッケー、グー。スポーティー、スポーティー。はい。大満足。大満足です。素晴らしい。はい。はい、本日はですねスパリーさんの、リアの LED、はい、テールランプとブレーキランプの S25 というものですね、はい、はい、に交換しましたが、いかがでしたか。はい、そうですね、あのやっぱりそう自分が感じたこととしてはだいぶスポーティーになりました。これ自分的には非常に嬉しい。色がもともとね、もうちょっとあの元のライトがあの電球の方は白い光だったんで、この赤いところを通したとしても多少こう白さが残ってたんですけど、今回は LED 自体がもう赤い光を出してるから、それによってね多少ちゃんとこう赤っぽい赤、強めのサイドの赤が出てるから、だいぶこのスポーティーさが増してて、自分はちょっと大満足です。大満足ですか。大満足。いや、よかった。ああ、よかったですね。あとね、もう一点としては、はい、この前つけたこのハイマウントストップライトだっけ、うん、このストップランプがこれ LED になってて、で、うん、こっちもともとあのハロゲンだったんで、うん、つくタイミングみたいなのがこう同時にならないっていうことがあったんですね。でも今回これも LED になって3つ LED だから同時にパッとついてくれるし、色もねなかなかいい感じということで大満足でございます。大満足です。はい。はい、ありがとうございます。はい、今回もスパリーさんご提供ありがとうございました。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。